誕生日おめでとう。乾杯。シェフ厳選のノンアルのペアリング楽しみだね。これね、これワインのペアリング、ワインもペアリングあります。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 このグラスが一つのテーブルにいっぱい飲み物来たよ。ニュージーランドだから厳しいんでしょ、うん、あ、マナー好きかも。私はそんなうちさ全員自営業家庭だからさ、ね、本当だよね、うん、思わないね誰も一人で。ヒラのパパの、うん、そう声が小島理事がこの前の YouTube でも言ったんですけどユンボのユンボなんて言うんだっけ、ショベルか、ドラッグショベル、ドラッグショベルってユンボのグアンってやるやつの免許を取ったんですよ。で私の父声優なんですけど、そしたらそこ の, その小松ってどこ、小松のそのね、小松のその重機紹介、重機紹介のビデオで私のパパの声がめちゃめちゃパパの声で、え、パパじゃん、え、すごいねそれ、よく気づくよねみんな。もう私パパの声すごい覚えてるからさ、うんうんうん、いろんな声あるじゃん、ケーズ電機の声とか、ケーズ電機よりもっと静かめの声、ロート製薬とかブラザーとかやってます。すごいよね、そういう大手ばっかり父なってます。びっくりしたびっくり、全然内容入ってこなかった。結構すごかったよ私のパパすぎて、うん初、うん、じゃ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 ーん、え、いいじゃん、かわいいじゃん、かわいい、うん、かわいい、かわいい、朝それ8時の写真だよつらいつらいむくんでないむくんでないって言ってるよ、そのまま朝つらい、朝つらいすごいデザート、すごいいっぱいデザートだね、あといっぱい飲み物だね、スワンじゃない、いいですね、お誕生日おめでとう、ありがとうございます、かわいい白鳥が乗ってます、おめでとう。28歳、抱負はある？28歳、人のために生きる、素晴らしい、私に影響を受けてる平野さんが何かくれるみたいです。なんか本当期待しないでほしいんだけど、私お金ないからさ知ってるよ、だからごめん、ありがとう、開けて開けて、まず、いや、わかんない、こ、怖っ、まずすごい、何、目に入ったのはアロマウォーター。それから見ないで。あ、それからいいや、見て。え、これは消毒液ですか？え、ちょ、いいから、とか、次の開けてもらっていい？でも待って、ブルーのって書いてある。そう、次の開けてもらっていい？一番上のやつ。これ待って、3個入ってる。あ、それ、それまず開けて。え、なんかいっぱいくれるんだけど。まずそっちから開けてくださいな。持ってるかもしれない、それ。あ、ママちゃんがブルーノに行った時に欲しいって言ってた加湿器、それはね、でちなみにこれは加湿器に入れるなんかいい匂いがするウォーターなの。そうなの？そう、え、ちょっとそれさ、匂い嗅いでみて、私が選んだんだ匂い開けさせない、ね、開けて、私全部開けるから机の上で、ちなみに知ってると思うけどどう？あ、めっちゃいい、いい匂いでしょ、めっちゃいい、いいでしょ、ラベンダーかすごい迷ったの。いいね、そう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 、これめちゃめちゃいい。そう、ラベンダーか迷ったのよ、その匂いを。センスいい。センスいい？これ加湿器の匂い出んの？そうなの。それ加湿器のウォーター、専用ウォーターなのよ、それ。癒される。癒されるでしょ、それ。どこに入れるんだろう。あ、なんか光った。それちなみに充電式だから。ちょっとお家でゆっくり見ます。お家で見てくださいゆっくり。うちらの中で最近いろんなものあげるの流行ってるじゃん。リクエストしたものです。それは
それはね、行きたいに行ってみる感じだよね。本当だよね、見て。じゃあ多いな。めっちゃ可愛いんですけど。それね、時計ってピンクゴールドないのよ、ほぼ。いや、私ピンクゴールドめっちゃ好きじゃん。でしょ？しかも似合うじゃん。そうなのよ。まだ白いから。そうなの。自分で言うか。そうなの。え、めっちゃ可愛い。それはちょっとビジネスの私のその法人とかに携わるとき、その時にちょっとつけたりとかしてほしいかな。私はつける、そう、私時計必須な人間だから。そうなのよ。そう、なんかさ、この仕事してさ、そう、めっちゃ時計欲しいなって思ってて。そう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 、時計欲しいって言ったら代表理事がくれました。出ました、代表理事。しかもめっちゃ可愛い。ピンクゴールドってね、ないんだよね、取れるのよ。あ、取ってあげようか。これ私の腕に合わせた、腕よりもちょいくらいに合わせたデンマークの、いい、デンマークのブランドの時計のブランドです。最近はなんか私はね、こういうやつが結構好きなんだけどね、マヨね、これやっぱりメンズが多いみたい、うんうん、これ私のブローバっていうのはアメリカの時計で、うん、これはデンマークの時計。デンマーク、そう、北欧がやっぱり可愛い。ラベンダーはすごい癒しの匂いだったな、うん、だけどムスクはなんだろうな、なんかお風呂というか、うん、美容院の匂いみたいな。めっちゃ落ち着く匂い。マナの髪の毛にいるこの匂いなの。これさ、なんか美容院に行ってさ、髪の毛綺麗になって、なんかあ、すごい自分の匂いいいなってなった時の匂いじゃない、うんうん、わかる。この水道水に1リットルにこのキャップ1杯で、あ、そうなんだ。それだけじゃなくて混ぜるのね。混ぜるの、混ぜるの。分かった。これだけだったらすぐなくなるでしょ。分かった。これ混ぜるから意外とこれ結構なくなったら買いに行く。そう。これ、ね、じゃあいい匂いの加湿器ってこと？そう。だから水道水1リットルに対してだから、多分その開けたやつに対してはそこまでかかんないと思う。だから結構コスパはいいかもしれない。やばい、職場でいい匂いもったいないね。家で、これお家の前。分かった。お家でやって、お部屋で。分かった、職場は100均並みする。職場は100均。めっちゃ可愛い。めっちゃオシャンな時計いただきました。めっちゃ私に合ってる。かわいい。さすがです。ありがとう。おめでとう、28歳。ありがとう、大事にするね。大事に使ってね。ちょ、なんか大事な商談の時とか常につけるけどね。おめでとう、今日は。ありがとう、めっちゃいいところに連れてきてもらいました。とんでもないです。28歳、抱負ある？抱負、うん、さっき言わなかったっけ？忘れた、全然覚えてない。お酒飲んで忘れた。言った、お酒飲んで全然覚えてないんだよ。なんか自分のことだけじゃなくて、人のことも考えて、人の役に立ちたいって。すばら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 、みんなそう思ってるよね。でも思ってないと思う。なんか感謝されるように行きたいです。すばら語彙力。ということですね、今回は小島理事の、改めまなちゃんの誕生日パーティーとして、いい時間を過ごせたんじゃないかなと思います。時計もらいました。すばら、かわいい。すばらの時間を過ごしました。